ファビアナ・クラウジノは、ブラジルの女子バレーボール選手。ベロオリゾンテ出身。ポジションは、ミドルブロッカー。ブラジル代表。2003年に、ブラジル代表入り。高い打点からのクイックを得意とし、高い決定率を誇る。2004年のアテネオリンピックで4位。2006年の、世界選手権では、銀メダルを獲得。2008年北京オリンピックでは、 金メダルを獲得した。2010年からブラジル代表の首相を務め、同年のワールドグランプリ、世界選手権で銀メダルを獲得。2012年のロンドンオリンピックでもチームの2連覇に大きく貢献し、自身もベストブロッカー賞を受賞した。2013年グラチャンで金メダルを獲得し、大会 MVP に選ばれた。2014年世界選手権では、 銅メダルを獲得した。2016年リオデジャネイロ五輪に出場した。2019年、3年ぶりに代表へ復帰、同年のワールドカップで首相を務めた。2019、20シーズンは、日本の V リーグディビジョン1の、久光製薬スプリングスに加入した。ブラジル国内の2016年、リオデジャネイロオリンピック聖火リレーが2016年5月に開始されたが、 ファビアナは第一走者に選出された。永遠の思い出、忘れられない一日になったと語った。ありがとうございます。